さて、それじゃあ、切ろうかな。うまくいくかな。まく切れるかな。ねえ。まあでも、切んないと始まんねえしな。取り去らねえと始まんねえ。フレーム切れちゃいそうで怖いよな。ここ道具入んねえな。ここ入んねえな。どうやったって入んねえよ。こっちもか。どうするか。プラズマで、いや、フレームまでいっちゃうよな。困り申したな。こっちを先に取ってやれば道具入るのか。まあ、ちょっとなんとかしていきます。やってみます。取れました。取れました、取れました。あれですね、運よくこっち側はちょびっとしか溶接されてないんですよ。で、こっち側はここまで来てるね、反対側も。なんで、フレームをなるべく際で落として、よいしょ、こっち側も。ただ、ちょっとやっぱ穴開いてるね、ここね。ほら、僕じゃないですよ、これつけた人がね、やっちゃったんでしょうけど、こっちもね。まあ、これでここは成形してあげて、こっちはちょっと穴を抜けた方がいいな。で、補強も入れて作り直すという感じ。よっ、よかった、取れて。ちょっとね、おっかないんでね。よいしょ、じっくりやりましたよ、じっくり。よし、はい、よし、ふう。しかし、ひでえ作りだな。曲がっちゃってるしね、こっち。こう。ひでえ作りというか、まあ、でも、いろいろ考えて頑張って作ったんでしょうね。多分手作りだと思うな。プラズマで、ねえ、穴開けて。プラズマじゃないか？酸素か？わかんねえけど。まあいいや。とりあえず、こっちを再利用しようかなと思ったんだけど、やめた方がいいな。こんなんじゃ。せめてね、こういう風に作ってくれるとね、こっちにもありますけど、こう、綺麗に作った方がいいですよね。どうせ作るんだったら、なるべく。まあ、とりあえずこれでちょっとデフを元、下掃除しよう。で、ちょっと一回戻して。そんな感じですね。やっていきます。せっかく入れるようになったから、ここ先成形しちゃいましょう。左右のここね。よし。入れるよ、入れる。よし。さあ、室内に被害がいかないように、すっきり。よっこらしょ。なんだ、足がする、足がするぞ。なんで、なんで、ちょちょちょ。はい、こっちもすっきり。いや、足くすつるな。ちょちょちょ、水分補給。この間視聴者さんが教えてくれたんだ。ちょちょちょ。よし、もうドールハウスもいいら。まだ溶接するとき使うな。やべえ。足つって出れねえ。よし。では、下を掃除して、元へ戻して。気持ち悪い。ありがとうございます。しかし、暑いですね。もうびっちゃびちゃです、びっちゃびちゃ。たったこれだけで。まあいいや、やっていこう。よっしゃ。じゃあ、ペラシャフトを刺しまして、前も後ろもつなげて、で、上げてみて、角度と、よいしょ、つける位置を割り出していくという感じですね。まあ、多分いいとこに
ちょうど計算通りでつくと思うんですがね。よし。蚊取り線香の煙。これはね。よし。よし。では、こっちのトラクチャーに移るか。暑い。あ、もうちょっと真っ暗になっちゃったんですけど、今ちょっとのばちゃんの方の頼んでいたフィッティング類が全て到着しましたね。ドレンすごい量ですけど、こんだけ使うんですね。あとミストセパレーター、まあフィルターですね、こういうのと消耗品も到着しました。ホースね、よいしょ。そうですね、もうすでにこっちのノバちゃんだけで何本使ってる？1,2,3,4,5、 もうすでに6本ぐらい使ってるんですよ。なんで一応頼んで、まあ全部でね、だいたい6万円ぐらい来ました、オーナーさん。うん、まあ部品代はもらってるんで最初に、でその中からまだ足りてるかな。ただ作業時間がもうある程度行っちゃってるので、まあこれからも行くんですけど、まあ最初にお話しした通り毎月25日にはご請求しますって。で先月はまだ最初にいただいてたやつが全然あったので請求はいたしませんでしたが、今月6月の25日にはご請求になると思います。まあそんな感じで今日はこの辺までにしようかな。疲れた。はあ、今日も頑張ったね。あらちまっちゃ、疲れちゃま、お腹ちゅいたでちゅか、国やろかわいいでちゅね。うん。